今回は自作のパワーフィルターもどきの。燃費を知りたいの巻だよ。まずはフィルターを外してチェック。大して走っていないので汚れはないね。スポンジはエアフィルター用だよ。そしておもむろに取り出したるわ。ダイソーのあれ。名前はまだない。このキッチンで働くことを夢見たなんかを分解。すまぬ、決して貴殿の命、無駄に馳せ使うのはここの部分。すでに貴殿の命を、ちょっと無駄にしている感じもやぶさかではない。でもホームセンターで買うより安いからしょうがないね。さてひとまずもう一度分解しよう。気になっていたグルーガンの強度も知りたい。弱すぎる。一箇所めちゃくちゃ簡単に取れたけど、それ以外はそれなりの強度だった。なので接着力としてはきちんとやれば、だいぶ使えるかと思います。フィルターは直でグルーガン止めしています。そしてこの部分は大量に使ったということもあり、めっちゃ家庭。当初はフィルターは再利用しようと考えていたけど、それどころじゃねえ。優しさなんて見せたら隙を突かれるぞ。心を鬼にして葬るしかない。ほとんど新品だからもったいないけどしょうがないね。はぁ、はぁ、てこずらせやがって。グルーガン硬すぎる。完全に舐めてた。あまりの粘着力に毛も結構取れた。そして夢見るキッチン男子を生贄に、フィルターを抑えるパーツを連成。ひとまず後ろ側の金網を取り付けるよ。取り出したるはポリプロピレン。このフィルターの側も同じ素材みたいなので、これで溶接してくれる。ちなみに純正がこのやり方で取り付けていたね。でもさすがに上に被せるだけでは弱すぎた。指で取れちゃった。母材と混ぜ合わせないとダメだね。しっかりと溶かして混ぜるよ。この際屈性を匂いがしますので、お換気を十分にいたします。よく混ぜ混ぜしてくださいまし。あとは新たにフィルターを切り出すよ。その際気持ち大きめだとジャストフィットするよ。溝の隙間ができるけどここも塞ぐよ。ここはグルーガンだね。隙間埋めに持ってこいかもしれないグルーガン。フィルターとは接着していないから、交換も可能だよ。そして変わり果てた姿の彼で封印。取り付けはネジで。さすがにはめ込んだだけではずれたり取れたりしそうなので、金網で前後固定だね。ネジなんか使って怖く感じるけど、構造上大丈夫なようになっているね。隙間もなくバッチリ。さすが株考えられていて、相当安全策がされている感じ。ネジを取り付けたところは万が一外れても、穴でも開いていない限り、裏側にはいかないよ。そしてもう一つ構造上、インジェクターまでいかないであろうと思うのは、吸気の部分がこんなになっているから、よほど軽いホコリでもない限り吸い込まれる方が難しい。純正状態ならなおのことだね。ひたすら走るよ。脱色されたファミマで休憩。すっかり色が抜かれちゃって。今日は燃料が半分くらいからスタート。ちなみに1姫は144キロ走行したよ。2日目はなぜか動物パラダイス。ちょっと見てて。思わず二度見。仁王立ちで構えるそのお姿はまさしく。カモシカ。その後も。ブオンビー。なぜ二項も動物が寄ってくるのか。
通にぶつかったと思ったよ。家具でバードアタックとかやめてほしい。やっぱり二度見。全員ペットショップ行きを所望する。動画が撮れてなかったのでレシートで失礼。結局燃料メーターの赤いラインまでで完了し、走行距離は 222km、 燃費は 65km。 これは今までの平均よりちょっと上くらいかな。好き勝手走ってこれなら合格でしょう。というわけで結論としては、この程度の改造では何ら変化なし、ということですね。加速が良くなり、60キロあたりの巡航が軽く感じる。走らせていてより楽しく感じます。フロントスプロケットと組み合わせれば、巡航はさらに楽になるかと思うよ。デメリットはノーマルに比べて、エアフィルターの交換頻度が早くなる？また歯メンテナンスの回数が増える。というくらいかな？実際走りに関しては変化が大きいよ。緻密に計算され尽くした僕の研究結果をまとめたよ。でも素人の考えだから参考程度にしてくれよな。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。